ワールドカップ3大会に出場し日本代表キャプテンも務めた長谷誠。この動画では今もなお進化し続ける長谷の面白いエピソード50連発をお送りします。静岡県藤枝市で10代続く旧家の長男として誕生した長谷誠は、祖父により常に誠実であれと思いを込めて誠と命名された。ちなみに長谷は子供の頃は自分の名前が嫌いだったが、大人になってから自分の名前に込めた大切な意味について、それ以降は自分の名前を常に意識して行動するようになったと語っている。ブラジル代表の黄金のカルテットに憧れた父親の影響で3歳でサッカーを始めた長谷。当時ではまだ珍しい海外サッカーの映像を見せられた長谷はサッカーにのめり込み、小学校の卒業文集にプロのサッカー選手になる、セリアでユベントスにはいる、年俸は30兆円ぐらい、長谷のこと天才と残す。静岡県立藤枝東高校に年次、長谷は徐々に頭角を現す。地元静岡のチームでのプロ入りを志望したが、オファーがあったのは浦和レッズと名古屋グランパスの2チームだった。しかし県外チームへの入団を両親に反対された上、大学進学も捨てきれない長谷は尊敬する祖父に相談すると、男なら勝負しろと言葉をかけられ浦和レッズへの入団を決意する。当時の浦和レッズは黄金時代の創世記といった段階であった。長谷で入団後にリーグ優勝、 ACL 優勝を果たすなど絶妙のタイミングで本土化になった。当時の浦和レッズは小野伸二、サントス・アレサンドロ、エメルソン、ポンテ、ワシントン、鈴木啓太、田中、マルクス、クーヨと紅白戦の方がガチな環境で長谷の才能が一気に開花したとも言われている。入団1年目は1試合の出場にとどまるが、徐々に試合出場が増え、3年目には主力として浦和のセカンドステージ優勝を果たす。またこの年の目覚ましい活躍からニューヒーロー賞や J リーグベストイレブンに選出された。ちなみにレギュラーに定着した若かりし頃の長谷は例に漏れず調子に乗って茶髪なので、今では考えられない風貌である。そんなパリク長谷は母校藤枝東の恩師に、なんだよその髪型はと指摘され、速攻黒髪短髪に戻した。浦和レッズ在籍時から仲が良かった田中達也は長谷のこと、あいつはすぐ切れる、練習で下手と言われたら切れる、バカじゃねえと突っ込まれても切れると評すなど、この頃は心が荒どっていたという。チームの主軸として活躍し、リーグ優勝や ACL 優勝と浦和のタイトル獲得に大きく貢献。特に2004年、ジュビロ磐田相手に決めたドリブルシュートはなかなか良く、三笘台の輝きを見せた。2005年には日本代表に初選出され、代表でのキャリアをスタートさせる。長谷は得点を決めると人差し指を天に向かって突き上げるゴールパフォーマンスが有名だが、これはプロ1年目に亡くなった祖父を思ってのパフォーマンスである。2008年1月、ドイツブンデスリーガのボルフスブルクへの移籍を発表すると、2月に初出場し、4月には初ゴールを決めるなど存在感を高めていき、シーズン途中の加入ながら16試合に出場する。移籍にあたって環境への適応力も一つの課題だったが、ヨシプバルトから当時のマガト監督への進言もあり、誠なら問題ないと後押しになった。また本来なら習得までに3年かかるはずのドイツをたった半年で習得する。マガトも感心した、全部自分一人でやろうとするやんと初対面から好印象だったらしい。当時のチームメイトはハスレのドイツ語習得に関して、最初はジョークでからかっていたんだけど、いつの間にかジョークの輪に加わっていたと話す。ブンデス公式 YouTube チャンネルの企画で、チームメイトのティモシー・チャンドラーに日本語を教える、リピートアフターニーチャレンジでの一コマ、私はサッカーをプレイするのが大好きですとハスレが話すのを見て吹き出されてしまう。さらに、私の最高の仲間はハスレです、脳内では最高が最高に神変換されるなどしっかり着地する。長谷部は鬼軍相馬などのレーニングについて、思い出すだけで吐きそうになると語る。特に負け試合の後、いつ終わるかも何キロ走るのかもわからないランニングを強いられるのが本当に嫌だったと回答。また大久保も朝6時からごったんの体育館でドルドボゴルフ場ランニングなどのエピソードを披露。ちなみに大久保はマガトの強い希望で管理、後に指揮を取るシャルケでの内田篤人など、マガトは日本人好きとして知られる。監督の信頼を得た長谷部は様々なポジションを経験し、めきめきと成長を見せる。そして2008年、岡田監督にドイツで開花した守備能力を認められ、初招集からしばらく遠ざかっていた日本代表に招集される。冷静沈着のイメージが強い長谷部だが、代表初期にはその真面目さがあだとなる場面も多く見られた。不可解なファウルでレッドカードを提示された際は長時間も怒り、中村俊輔からたしなめられる場面があった。これを経験として、コンビは一貫して紳士的に、またりを整然と行うようになる。とある試合のコイントス、自身のミスをやや強めに指摘、その場で訂正させたこともあった。紳士的なプレーをする選手には、敵味方関わらず激怒。しかし自身も時に決定的な場面でのファウルでレッドカードを受けたり、試合を決定づける PK を献上する場面もあった。ドイツで磨き上げた献身的で的確なプレー、そしてサッカー脳の高さで代表での立場をカットたるものにした長谷。2010年南アフリカワールドカップ日本代表に選出、キャプテンに任命され、2大会ぶりのベスト16進出の立役者となる。
ちなみに長谷部はこの大会でのキャプテン就任は一時的なものだと思っていた。自分はマークを巻いているだけで全てはベテランの気遣いのおかげ。今でもキャプテンはユージさんだと思っている。とすでにキャプテン風の受け答えをする。この気真面目さゆえ、日本代表のチームメイトからは真面目かの意味で長谷部かという言葉が定着する。また真面目と並んで象徴的な性格は非正面さ。自宅のテーブルに3つのリモコンをきっちり並べ、置く場所や並べる順、角度まで気にする様子に結婚できないタイプと言われた。ファッションセンスが独特なことも魅力の一つで、インタビューで見られる私服がしばしばネットで話題になった。交際女性との破局報道が流れた直後の記者会見、エンドオブラブ、トロゴが入った T シャツを着て登場。周囲は非常に気をもんだが、後に本人は特に意識せず服を手に取ったと話している。2011年3月、自らの体験をもとにした心を整えるを出版。売上は140万部を超えたが、その印税は東日本大震災の被災者たちのため全てに本印税に寄付された。これ以降、試合中プレーが楽になったり指針に抗議する場面になると、 SNS 上で整えろだとか長谷部整えろという発言が散見されるようになった。ドイツに渡って以降、監督ノート、トレーニングノート、読書ノートの3つのノートをつけており、学びや気づきをまとめている。特に読書ノートには記憶に残った言葉やそれに対する自分の考えを記し、読み返して心の点検に利用しているとのこと。ちなみに同じインタビューで好きな言葉を聞かれ、脱皮しない日々は破滅する、とニーチェの名言を答える。読書家であることも有名で、小説から哲学書まで何でも読むと公言。内田がある時、長谷部が2週間ほどのオフで滞在しているホテルの部屋を訪ねる。すると段ボールが6箱くらい置いてあり、中身は全部本だったと証言。バカでしょ、頭おかしいでしょ、2週間しかないんだよオフと代表のレジェンドを切り捨てた。ピッチ内では2013年、移籍をめぐるトラブルから監督との関係があった。構想外として扱われる状況から2年ぶりに移籍。しかしポジションをつかみかけた矢先、被害やチームの2部降格など苦悩の多い中、1年で退団した。さらに2014年、キャプテンとして迎えた2度目のワールドカップでは予選敗退を喫する。しかし苦悩の中でもルーティーンを崩すことはなく、友人が訪ねてきて盛り上がっていても時間が来れば昼寝のため寝室に行ってしまう。ドイツ紙のインタビューで食生活のエピソードを語る。アウェー戦後の深夜1時にチームメイトとマクドナルドへ。本当は行きたくなかったと語る長谷部は、周りがポテトやハンバーガーを注文するので仕方なく自分も注文。オーダーはサラダとオレンジジュースで、それを見たチームメイトに爆笑される。ミスターチルドレンのファンであることを公言しており、終わりな旅が最も好きな楽曲である。大きな試合に向かう際、必ず会場到着の7分前からを聴き始め、曲終了とともに会場入りするように調整していた。友人へのメッセージをミスチルの曲で表現することもあり、内田の引退の際は LINE 経由でミスチルの曲を送った。あなたも想像してみてほしい、自分がそれほど思い入れがあるわけではない曲が送られてくる状況。後に内田は、嬉しかったけど既読スルーしましたと述べている。2014年6月、アイントラハとフランクフルトへの移籍が発表される。当初はボランチ起用が多かったが、監督の意向もありリベロに定着、降格も予想されたチームの躍進を下支えする。監督から与えられたポジションを全うするマルチロールではあるが、2011年には味方ゴールキーパーの退場により再びキーパーに。またフランクフルトで今後フォワードでの出場額などと全ポジションでの出場経験があるという非常にマイナー選手となる可能性をも秘めている。日本代表の仲間長友の結婚披露宴に出席した長谷部。しかし同じように出席した誰かの陰謀か、主役の2人を締めに食事に集中する姿が歴史される。ちなみに川島、吉田、香川らが出席した中、本田圭佑は不在。欧州組はオフ中ではあったものの、30分刻みのスケジュールでどうやらビジネスの方が忙しかったらしく、ドバイやウガンダを訪問するなどそもそも日本にいなかった。真面目で几帳面な性格のため、私生活で仲のいい内田や吉田には、そんなんじゃ彼女できねえと言われ続けてきたが、2017年7月、モデルでタレントの佐藤有沙さんとの結婚を発表した。結婚発表のコメント内でも、わざわざミスチルのシンプルという曲の歌詞を引用。さらに聞かれてもいないのに僕からのアプローチに乗って怒鳴れ染めの一端を披露し、周囲をざわつかせた。2018年は長谷部にとって何度目かの飛躍の年となった。リベロとして定着し、最後尾からチームの頭脳として全体を統率する姿にフランクフルトの方で呼称されるようになる。ドイツの有力サッカー誌でシーズンのベスト11、 UEFA 公式によるヨーロッパリーグの優秀選手賞など多くの賞にも選出。さらに2018年のシアワールドカップのメンバーに3大会連続で選出されると、2大会ぶりの決勝トーナメント進出に大きく貢献する。なおワールドカップでは公式ポートレートとして選手一人一人の写真が公開された。メッシ、ネイマール、セルヒオ・ラモスらスター選手同様、日本代表選手も各々のポーズを披露。酒井宏樹、山口、武藤らのインパクトがある写真の一方、槙野のやらかし画像がバズる。
一方で長谷部は心が整いすぎてあたかもフリー素材ですかというポーズ、ダサすぎてこちらが恥ずかしくなるが、4年後同じようなポーズを言うと田中碧らが挑戦数も長谷部を超えるまでには至っていない。ワールドカップ終了後、日本代表からの引退を発表。長く苦楽を共にし、心身をすり減らして日本代表に尽くす長谷部を近くで見続けた吉田は直後の会見で、人目をはばかることなく男泣きした。数年前にブロガー兼サッカー選手と言われた人間とは思えなくてじわります。長谷部といえば真面目、几帳面というイメージが定着する一方、天然エピソードも各所で散見されている。遅刻防止のために罰金を設定した途端、自分が遅刻したり、旅行の時は適当な風景だけの写真を撮ってしまったり、カフェでメニューにないものを堂々と注文したり、など数々の天然エピソードを残しており、意外な一面として好意的に受け入れられている。真面目な性格が災いして、話の端々に仕込むボケに気づいてもらえないことも多く、ロシアワールドカップ帰国会見では、サンボ隊は続けてほしいなと思うんですけど、まあ僕はそんなに参加しなかったんですけど、ポカンとする記者に対し、たまらず長谷部は、今のは皆さんに笑ってもらうところなんですけどね、と追撃。長谷部によると、続けてほしい、ただ、自分は参加してない、というボケ。そんな逆線が高い長谷部だが、小さな子供に受けそうなギャグも好んで発する。フランクフルトで一緒にプレーした乾には食事会の際、乾の子供に向かって、いただきマンモス、といったことを暴露され、乾に、めっちゃおもんないでしょう、と酷評された。長谷部はボケの後、子供の反応を楽しむため、子供の顔をじっと見つめたのでしょうか、気になりますね。2019年、チームメイトの鎌田はインタビューで長谷部について聞かれると、新所の遺伝では同世代の日本人が多かったので楽しかった、長谷部さんとは世代が違う、さらに学ぶところはたくさんありますが彼にはなりたくない、例えば僕が好きな漫画を勧めましたけどなんか嫌がっていましたと話す。また自身がフランクフルトと契約延長を発表した記者会見で長谷部について聞かれると、サッカーのことをアドバイスしてもらうことはないです、唯一ちゃんと相談したのはハワイ旅行とドレスってどうって聞いたこと、と斜め上の回答をする。2017年、味方が獲得した PK、 同点のチャンスでキッカーを務めたのは長谷部、ゴール右を狙ったシュートはキーパーに防がれ、こぼれ球が再び長谷部の元へ転がったが、無人のボールへ向けて放ったシュートはクロスバーを直撃、ブンデス公式チャンネルで信じられないミスとして紹介されてしまう。2020年、ブンデス公式が長谷部のプレー集、長谷部のことトップ5ゴールクリアランスを公開。なんでそこにいるんだと声が聞こえそうなものだが、世界5大リーグで実戦でのゴールキーパー経験があるからかもしれない。2022年1月、ドルトムント戦で途中出場した長谷部、リードを許した試合終了間際、相手のコーナーキックの場面、ドルトムントはボールキープで時間稼ぎをする。ハーランドが再びコーナーキックを獲得するため、長谷部にボールをぶち当てて雄たけびを上げてサイコパスぶりを見せる。真面目で堅実なサラリーマンにちょっかいを出すヤンキーや、洋画に出てくる殺人鬼みたいな鼻歌でくさ、とコメント欄が盛り上がる。一方、長谷部は割と冷静に相手ボールをセットしようとするなど整った姿を見せる。2022年には日本代表のヨーロッパ遠征への帯同が発表された長谷部、スーツに革靴姿で試合を観戦する姿が報道されると、あまりに堂々とした姿が、もう長谷部監督でええやん、監督より監督、圧倒的なオーラと SNS の話題をさらう。長年所属するフランクフルトではチーム内でも古参となるごとに、若いチームメイトから愛を込めていじられることも多くない。記者会見ではチームメイトからおじいちゃんと呼ばれるとたたり、珍しく人を表せる。2022年、長谷部はクラブやリーグの期待に応えてデュエル勝率 100% などの活躍を見せ、フランクフルトに42年ぶりのヨーロッパリーグ優勝をもたらす。決勝のレンジャーズ戦は PK 戦だったが、5人目のキッカーを鎌田に譲った長谷部は、第一打シュートを打ちたがっていたので背中を押した、ただ僕が蹴っていても得点していたはずと謎の強がりを見せる。ただ別のところで鎌田は、長谷さんが PK 下手なの知っているから俺が蹴るって監督に言ったと話す。フランクフルトからレジェンド認定されている長谷部は、契約延長がたびたびニュースになる。2020年、フランクフルトは36歳になった長谷部を高く評価、2024年までの契約を結ぶと発表。これは2021年までの選手契約とその後のアンバサダーとしての契約を締結したものであった。2021年、クラブは選手契約を1年延長、さらにブンデスリーガは現役選手として唯一のブンデスリーガレジェンドに認定、公式サイトで大々的に報じた。ちなみに同時に認定されたのはラーム、クリンスマン、ピサロラで、そうそうたるメンツであった。この契約延長の記者会見でドイツ語での今季最速時速 33km で走ったという試合もあったが、スピードでも成長しているのかという質問に、多分機械が壊れていたんじゃないかな、そんなに速く走れないのほか、3年契約にサインできたらよかったけど、まあ1年で大丈夫とドイツ語で現地記者を笑かす。どうやら長谷部は滑り倒す日本語よりドイツ語の方が得意のようである。2022年2月、新たに選手契約を1年更新、現役引退後も数シーズンコーチとしてフランクフルトに残るという反証がいい契約に近いもので、引退時期の決定権は本人に委ねられるという破格の条件であった。
39歳になる2023年、選手契約1年延長と2028年までの契約延長を発表。フランクフルトでの同僚であった田中は、まだやるんですか、と言葉をかけられる。2022年10月、チャンピオンズリーグでトッテナムと対戦したフランクフルト。この試合を先発出場し、相手フォワード、ケインからイエローカードを誘発するなど最後尾から活躍を見せ、マンオブザマッチに選出される。中でも45分、リシャルリソンをスライディングでブロックしたシーン。リシャルリソンは足を押さえて倒れ込むと、ハセルは、シミュレーションをするな、とバタリン、思い切り煽る。ちなみにリシャルリソンは2023年1月にアーセナルと対戦した際、ウォームアップ中に相手スローインを妨害しようとしたところを冨安にたしなめられる。もしかすると長谷部に煽られたのを根に持っていたのではと思ったのは考えすぎでしょうか。フランクフルトでは若手選手と一緒に練習する長谷部、ウェイトトレーニング中にかける曲はブリトニー・スピアーズなど2000年代のヒット曲中心。もちろんおじいちゃんの選曲の評判はすこぶる悪い。チームメイトは DJ 長谷部を望んでいないと自覚があり、一人でいる時のみ再生できるという。一方で同年代に近いコーチ陣には受けがよく、若手選手にはその魅力が伝わっていないことを嘆く。というわけで今回はハセルの言の50のエピソードを紹介しました。印象に残ったエピソード、あなたが知ってるエピソードもぜひお聞かせください。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。このチャンネルではサッカー関連のエピソードをまとめています。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。